伝研三種過去問解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は平成23年度電力科目の問い15について解説をしたいと思います。問いの15は火力発電に関する問題であります。ただしどちらかというと科学的な要素が非常に強い問題で、難易度としてはかなり高いものであるというふうに言えます。それでは内容を確認していきましょう。定格出力が500MW、定格出力時の発電断熱効率が 40% の気力発電所があると。で、重油の発熱量は44000の kJ/kg であります。線熱の影響は無視できるものとしてということであります。そして重油の化学成分は炭素が 85%、 水素が 15% 含まれております。水素の原子量を1、炭素の原子量は12、酸素の原子量は16として、空気中には 21% 酸素が含まれているという条件が与えられております。重油は燃焼するとき、炭素と酸素が結びついて CO2 になる。水素と酸素が結びついて H2O、水ですね、水になるということであります。まず、括弧 A としては、定格出力にて1時間運転したときに消費する燃料重量の値としてということであります。括弧 A は、かなり簡単でありますので、少なくとも括弧 A は回答できるようにというのが、最低条件と言えるではないでしょうか。まず、定格出力が 500MW ということで、500で、メグワットですから、キロワットに直したいので、かける10の3乗いたします。これが500メグですね。そして1時間ですから、3600秒。これで、1時間のキロジュールが出てまいります。これは発電所の出力ですね。発電端の出力の単位はキロジュールです。これを、重油の発熱量、44000。でこれがキロジュールパーキログラムですね。ただし、このうちの 40% しか出力されなかったということになるわけであります。で、これで出てくるのは、計算上出てくるのは、キログラムでありますので、トンに直すためには、かける10のマイナス30いたします。これが燃料の消費量、B ですね。これを電卓に入れて計算してやりますと、102.3トンというのが出てまいります。ですので、括弧5が正解ということになります。これは、入力分の、出力ということで、計算をしているような問題であります。元を正すと、この 40% というのが、これが、44000かける重油の燃料重量 B かける10の3乗、これ B がトンですからね。このうちの出力が500かける10の3乗かける3600、これが 0.4 だという、この式から変形したものというふうに考えればよいかと思います。では問題はこの括弧 B になります。これはかなり難易度が高いです。聞いているのは燃料を完全燃焼させるために必要な理論空気量ですね。しかも単位は立方メーターであります。この値として最も近いものを選びなさいと。ただし1モルの気体標準状態の体積は 22.4 リットルとすると。ですので、こちら手順としては、まずこの燃料を燃焼させるこの反応ですね、この2つの反応を起こさせるのに必要な酸素の量を求めます。そしてその酸素というのは空気中に 21% しか含まれておりませんので、では空気の量としてはどれぐらい必要かというのを逆算していくと
といった流れになります。ではどういう手順でやっていくかというのを、詳しく見ていきたいと思います。まず燃料に、含まれる酸素の量ですね。燃料に含まれる酸素の量というのは、こちらが化学成分が炭素が 85%、 水素が 15% ということでありますので、先ほど求めた 102.3 トンですね、ここから 102.3×0.85% ですね、これが86.96 トンというのが分かります。同じく含まれる水素の量、これは 102.3×0.15% ですね。ということでこれが 15.35 トンというふうに出てまいります。これで燃料の中に含まれる水素と酸素の量が分かりました。そして今度はこのそれぞれの反応、一回整理しますけれども、このそれぞれの反応を起こさせるのに必要な酸素の量の重量を求めていきたいと思います。ここで聞いてくるのが原子量ですね。で、炭素の原子量、酸素の原子量、これが聞いてまいります。まず C について必要な酸素の量ですね。これは反応が CO2 でありますので、 C1 つについて O は2つ必要と。いうことであります。さらに C の重量は1個12に対して O は16であります。ということから O の必要な量というのは、まず、炭素の量が 86.96 トン。これは炭素の、量であります。これに対して炭素1つに対して酸素は2つ必要ですから、かける2倍。そして重量の比としては酸素が、炭素が12に対して水素、酸素は16であります。ということでこれを計算いたしますと231.9 トン、酸素が必要ということになるわけであります。続いて H に対しての必要な反応であります。これは H は H2O でありますので、 H が2つに対して O は1つ必要と。いうことになります。ということは O は水素が 15.35、 失礼いたしました。でさらにですね、 H はこれ重量比は1ですが、酸素は重量比は16であります。ということで
酸素の必要な量としては15.35、これが水素の重量ですね。かける、水素2つに対して酸素が1つということですから、酸素としてはかける1/2。ただし重量子としては1/16ということで、122.8 トン酸素が必要ということであります。合計すると O は 231.9 プラス 122.8 ということで 354.7 トン酸素が必要ということになります。これで必要な酸素の重量が分かりました。それでは実際に O2 は何モルなのかというのを出す必要があります。これはなぜかというと、最終的に求めるのは空気量の立方メーターということで体積を求める必要があります。体積は気体は1モル当たり 22.4 リットルというところから換算いたしますので、気体のモル数を知る必要があるということになります。では CO2 は何モルかということです。酸素は O2 で1つの気体を構成いたしますので、 O2 はこれは重量の原子量としては 16×2 で32ということになります。よって O2 は 354.7 トンかける10の6乗グラム。この原子量というのは原子量が32ということは、これは1モルで32グラムだということを表しております。ですので 354.7 トンというのは 354.7×10の6乗グラムでありますので、これを32で割ると 11.08×10の6乗モルというのが出てまいります。これでやっと酸素のモル数が出ました。では空気は何モルかと、これは条件として O2 は 空気中に 21%、 つまり O2 は空気の量かける 0.21 で、これが 11.08×10の6乗モルであるということであります。ですので、この空気の量 A というのは 11.08×0.21×10の6乗ということで 52.76×10の6乗モルということで出てまいります。では、やっと何リットルと、ここにたどり着きます。これは1モルは 22.4 リットルということでありますので、 A は52.76×10の6乗×22.4ということで、これは
1181.8×10^6リットル。指数を直しますと 1.18×10^9リットルです。そして問題で聞いているのは何立方メートルかということです。1立方メートルというのはこれは体積としては1000リットルになりますので、 A は 1.18×10^9×10^-3ということで 1.18×10^6立方メートルということで出てまいります。はい、非常に括弧 B は、難しいというのがお分かりいただけたかと思います。この火力発電の時の、理論空気量というの問題は、よく出題されるというほどの頻度ではありません。ただ出てくるとこのように B 問題として、出てまいります。このような問題が出た時は最低限この括弧 A は必ず解けるようにというふうに意識していただければと思います。ご覧いただいたように括弧 B を解くとなるとかなりの時間も、使用いたします。ですので無理に解こうとはせず他の問題をやった方がいいという結論にも至るかもしれません。ただもし今の、解説を聞いて結構しっくりきたなという方はいざという時のための得点源としては有効かもしれません。電気化学の分野にも、今のモルとかそういうような考え方というのは結構使えますので知識としては必ず学習をしていただけると幸いであります。大変長くなりましたが今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。